ハーメルンの笛吹き男。昔々、ハーメルンという町に、どこからか数えきれないほどのネズミがやってきて、町のあちこちに住み着いてしまいました。困った町の人たちは、ネズミ捕りを仕掛けたり、毒のお団子をばらまいたりしましたが、ネズミはますます増えるばかりです。こうなったら、猫や犬を頼りにするしか仕方がない。そう考えて、どこの家でも猫や犬を飼うようになりました。でも、猫も犬もネズミが多すぎて、ネズミを捕まえるどころか、ネズミたちに追いかけられる始末です。そんなある日、一人の男が町へやってきて、こんなことを言いました。ネズミは、この私が退治して差し上げましょう。ただし、その代金として、金貨千枚を頂戴します。おお、願ってもない。千枚どころか、2000枚でもお払いします。結構。では、早速、取りかかるとしますかな。男は外へ出ると、手にしていた笛を吹き鳴らし始めました。すると、あちこちの家からネズミたちが飛び出して、笛吹きの周りへ集まってきたではありませんか。ネズミたちを従えた笛吹きは、笛を吹き鳴らしながら川のそばまでやってきました。どうするつもりだろう。町の人たちが見ていると、笛吹きは川の中へザブザブと入っていきました。ネズミたちも後を追って、川へ飛び込むと、そのまま一匹残らず溺れ死んでしまいました。やった！やった！さあ、お祝いだ！町の人たちは大喜びで、歌ったり踊ったりしました。そこへ笛吹きが戻ってきて言いました。ご覧のようにネズミは残らず退治して差し上げました。それでは金貨千枚をいただくとしましょうか。金貨千枚だって？町の人たちは渋い顔をしました。たかがネズミくらいのことで金貨千枚とは高すぎるではないか。まあ、10枚くらいは出してやるが。さては、約束を破るつもりですか？よろしい。それならこちらにも考えがある。笛吹きは顔色を変えると、姿を消してしまいました。やれやれ、諦めたか。町の人たちは安心して、また歌ったり踊ったりです。その時、どこかで、リュウリュウと笛の音が響き始めました。笛吹きが町の広場の真ん中で、笛を吹き始めたのです。それと一緒に、あちらこちらの家から、子供たちが集まってきました。やや、子供たちが笛吹きの後。大慌てで追いかけていくと、山のふもとにある、ほら穴のそばへやってきました。笛吹きは笛を吹き鳴らしながらほら穴の奥へ入っていきます。はーい、ほら穴だ、ほら穴だ。子供たちも大喜びでほら穴の中へ入っていきました。おい、待ってくれ、待ってくれ。わしらが悪かった。約束通り金貨を払うから、子供たちを返してくれ。町の人たちは声を限りに呼びかけました。でも、もう遅く、岩が一人でに動き始めたかと思うと、ほら穴の入り口をぴったりと塞いでしまいました。こうしてハーメルンは、子供の、一人もいない町となってしまったのです。おしまい。